と思うので、今日は簡単な手話を覚えようと思います。私の好きな食べ物はラーメンです。よろしくお願いします。すごいじゃん。今度は悲しくなってる。今日も遅くなるけど、琴音大丈夫？うん、大丈夫だよ。お母さん、今日も遅くなるって。夜ご飯。ハンバーグ？わかった。映像のお芝居がそんなにやったことなかったので緊張してたんですけど、みんなと支え合いながら手話も頑張って覚えました。そうですね、手話初挑戦だったので、ドラマとかでは見てたんですけど、まあ、実際にやるっていうのは初めてだったので結構苦戦しました。サイレントタイムズ短編映画そうだ私の聞こえない妹、ぜひ皆さん見てください。お願いします。